一番変わったところやっぱそうですね、こうやっぱりね、この練習場やっぱりができたっていうのが一番大きいんじゃないかなって思いますね。来た当初は、僕が来た時はまだね J リーグじゃなかった、 JFL の頃だったんですけど、まあ土のグラウンドで練習やったりだとか、まあ月曜日はここ火曜日はここみたいな場所が毎日違かったりとかねして、やっぱり結構やっぱりそうするとね、なかなかどうしてもね、こう選手同士のコミュニケーションだったりとかね、いろんな会話もね今と比べるとね、やっぱり全然違うし、やっぱりこうクラブハウスができてグラウンドができたってことは、やっぱりそのクラブに家ができたっていうのと一緒だと思うので、すごくそれが大きいですね。やっぱりまあそれまではね、自分たちのロッカーもなかったですしね、やっぱりちょっとこのね集まりができて、自分のロッカーがあることにはまあ当たり前のことなんですけどすごく僕にはすごく感慨深いものがあって、すごい嬉しい方ですね。そうですね、本当念願のね日立市になれて本当良かったですし、日立市のね人たちも本当に毎年毎年オファーをくれて、日立もね水戸から遠くないんでね、本当に高速乗ってピューって行っちゃえば20分ぐらい着いちゃうんで、いつでも行けるのでね、まあ行ってますし今でもねなんかよりこうホーリーホックをねアピールしていきたいなって思いますし、まあ子供たちだったりとか、あとなんかイベントごとだったりとかね、どんどん出たいなと思いますんで、まあ J さんも日立なんでね、いろいろ一緒にやっていけたら本当僕も幸せですし、なんか特集でもやりますか、はい、なんかね日立のね、いやどっか美味しいもの食べたりとか見に行ったりとかね、いいですよね、はいはい、改めて今シーズンの目標をぜひお願いします。はい、そうですね、本当にトレーニング始まった初日に監督がね、もう本当まさかの J1 昇格っていう言葉をね聞いて、まあ本当に僕たちもそれに賛同してね、本当にみんなでやるって決めたので、はい、なかなか簡単な道じゃないっていうのはね僕らも分かってるし、皆さんも分かってると思いますけど、本当そこに本当に必死にチャレンジしていくんで、そういう姿を見に来てもらいたいですし、次回あるときはねスタジアム来て、戦ってる姿を見てもらえたらねすごい嬉しいんでね、ぜひスタジアムで一緒に戦えたら幸せですね。まあ、クラブが30周年を迎えるっていう中で、まあ、我々水戸は、まあ、J2 に上がってからは、まあ、落ちることもなく、まあ、上がることもなくというシーズンをずっと過ごしてきました。で今までももちろん昇格を目指して戦ってきていますけれども、いろんなことのフェーズがこう変わってくる中で、まあ、いろんな方々に応援してもらえるようになって、クラブの規模も大きくなって、まあ、本当にもう一個上げていくには、まあ、まだまだやっぱり足りないっていうところの思いをもう一回皆さんと確認をしたくて、そしてクラブの我々も含めて、まあ、クラブのスタッフ、まあ、選手、全員がですね、まあ、本当に本気でそういったことを目指すことで、また次が見えてくるものがあるんじゃないかなと。で当然やってるものとして、それを明確にすることがよりいつもの我々がこう振り返っていくものの一つになると思うので、そういう思いで話はさせてもらいました。監督、趣味というのは何かお持ちですか？いや、まあ、こっち今実は単身赴任で一人で来てるもんですから、まあ、時間があるときは少しお風呂に入ったりだとか、まあ、家のお風呂もそうですけど、ああいう温泉というかスーパー銭湯とかそういうとこ行って少しリラックスする時間っていうのはちょっと好きですね、はい。音楽なんかはこうイメージ的にどんな音楽聴かれてるのかなってあるんですけど、そういう音楽とかって身近にあります？まあ、車で通勤というかここ来るときなんかはまあ音楽をかけたりはしてますけど、まあ、年代的にちょっと昭和ですので昭和の音楽を聴いたりはしてます。まあ、ミスターチルドレンとかね、そういうのはやっぱりまあ世代ですからいいですよねもう一つ一つしっかり試合を積み上げていく選手たちとともに勝利を目指して、まあ、目いっぱい戦うってことを毎試合やっていくつもりでやってますので、スタジアムにぜひたくさんの方に来ていただいて、ダゾン通じて熱い声援を送っていただいて、そのパワーで我々頑張りますので、残り試合もよろしくお願いします。水戸ホーリーホーク、3月30日土曜日はホームで鹿児島ユナイテッド FC と対戦します。あれホーリーホーク。
YouTube をご覧いただきありがとうございます。ミトホーリーホーク33番の牛田武史です。チャンネル登録とグッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画で、バイバーイ。